ヤロッサ福井。今回は映画の題材にもなったとあるダンスをご紹介したいと思います。そのダンスとはこちら、フラダンスです。ということで今回は福井アロハレイフラスタジオにお邪魔します。福井アロハレイフラスタジオでは1999年に福井で初めてフラダンス教室を始め、現在は福井市内を中心に県内およそ30カ所で教室を開いており、合わせると300人ほどの生徒の皆さんがフラダンスを学んでいます。フラの発祥は神様や自然の恵みへの感謝とハワイの歴史を表現した踊りと言われていて、ハワイの伝統文化を全身で感じられる総合芸術です。そんなフラについてお話を伺ってみましょう。フラダンスと言いますと福井のイベントなどでもよく聞きますし、また踊っているところもよく見かけますが、もともとはハワイの踊りなんですよね。そうです。1000年以上前から、ハワイで、ずっと踊り続けられているものが、フラです。日本ではフラダンスと言われますが、実際ハワイではフラと呼ばれています。またフラと言いますと所作が美しいなと思いますが、特徴についても教えてください。ありがとうございます。まず、ハンドモーションはその歌を、手の形で表しています。女性が踊る曲の中で多いのは愛ですとか友情ですとか、あとその土地の美しさなどを歌っているので、それをハンドモーションでより美しく、伝えていくのがフラダンスだと思っています。皆さんの笑顔が素晴らしいなと思うんですが。そうですね、やはりもう笑顔でなければいけませんと私たちもよく言われているのですが、上がってドキドキしていてもとても辛い踊りであってもニコニコ笑って踊ってますね。フラの魅力について教えてください。はい、フラはまずその美しい歌に惹かれるということ、そしてそれを体を使って表すことができること、そして何よりも美しい衣装と、花など礼を身につけて踊ることがとても女性たちには、喜ばれております。4歳児5歳児ぐらいから上は80代の方までいらっしゃいます。また男性も、フラを踊っておりますので、男性も20代から70代までおります。参加者の方からはどんな声が上がってますか？もともとやっぱりフラを始めるに至っては、軽い運動のためだったり、お友達作りだったりしたのですけれども、フラを見かけだとかなり腰を振って踊っているようなんですけれども、それは実は体重を移動させて、揺れている、形を作っていますので、そのためには正しい姿勢、きれいな姿勢を保たなければいけませんし、そうなってくるとやっぱりもともと癖のある立ち方だったりしたものを正しく立ったり、あとは、腰痛持ちだった方もその、練習で、腰痛が治ったわとおっしゃる方もいらっしゃいます。どういったところで練習をされているんですか？はい、こちらの本部スタジオですとか、あとは各地公民館、体育館、カルチャーセンターなど、住んでいらっしゃる地区の皆様が練習しやすいような場所で開催しております。で、皆さんその地区その地区でボランティア活動でフラを踊られたりですとか、あとは発表会の方でも頑張っていただいてますし、ハピテラスで行っておりますアロハフェスティバルなどでも踊っていただいてます。いろんなところでフラを皆さんとシェアしてもらうことができていて、とても私たちも喜んでおります。せっかくなのでご一緒に練習されたらいかがですか？ぜひよろしくお願いします。はい、それではよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、では最初に、フラダンスの基礎のステップをいくつか練習したいと思います。はい、右に2歩行ってタップ、左に2歩行ってタップというカホロという動きをします。動きとしては1歩2歩タップします。はい、でまた反対方向に1歩2歩タップ、これを繰り返します。じゃあ一緒に3、と1、2、タップします。左へ1、2、1、2、タップ。はい、ありがとうございます。普段踊る場合というのは
上半身の高さを変えないので、ずっと膝を少し曲げている状態のまま、上下動かないようにいきます。はい、左の方から腰を右足の方に乗せる。少しずつ、はい、緩やかに斜めにずらす。はい、また左足に体重を乗せる。右足に体重を乗せる。タップをします。ちょっと腰の指を作っていきたいと思います。じゃあお願いします。じゃあもう一度右の方に行きますね。さあ、腰の指を左の方に持っていきます。はい、じゃあ一歩出します。1、はい、2、3、タップ。はい、左、1、2、3。はい、ありがとうございます。はい、多分ちょっと癖でどうなってしまう理想を取っちゃうんですよね。そうなんですよね。左手は左胸の前、はい、戻した時にそれぞれの胸の前に手があればいいので、このまま右手を伸ばし、はい、戻します。はい、左手を伸ばします。はい、戻します。はい、これが基本です。はい、でその中でウェーブを1回行ってしまわないです。そうです。はい、ありがとうございます。1回ウェーブ、胸元で1回ウェーブ。そうです。はい、左出します。1回、なかなか思っていたよりも、そうですね、なかなか難しいものですね。そうですね、見た目よりは意外にいろんな筋肉を使ってます。はい、はい、では曲の方に行きますね。今日練習する曲はホロホロカーという曲で、ホロホロというのは、お散歩だったりで、この場合はカー、車なんですが、車でのお散歩、つまりドライブの曲です。あなたと私でドライブに行きます。1、2、3、パッ。次は左の方に方向を向けて、1、前を向いて、じゃあちょっと子供たちも一緒にいますので、よかったら一緒に踊ってみましょう。はい、よろしくお願いします。お願いします。踊ってみて楽しかったです。本当はフラって踊りって簡単にできるんじゃないかと思ってたんですけど、いやいやいや、すごい。このフラを始めたきっかけは何ですか？きっかけは、私小さい頃からクラシックバレエを10年以上やってて、それで子供を産んで、何か自分でちょっとストレス発散じゃないですけど、自分の好きなことをしたいなと思ってて、ずっとで、ずっとやりたかったフラを見つけたので、これだと思ってこちらに。最初フラを踊り始めてどうでしたか？奥深くてすごく難しかったです。本当に一つのステップに意味があったり、手の表現に意味があったり、とてもなんかもうこの顔のこうステップとかも最初全然できなくて、それを先生の見ながらやっていくっていう、そういうのがすごく、魅力ですね。なんかどん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 楽しくなってくるというか、みんなで踊るのも楽しいし、こうどんどんステップが自分で習得できていくのがとても楽しいです。娘さんには最初どんな声かけをして誘ったんですか？私が踊ってるのを家で見てて、で真似してたりしたので、あ、ちょっといいタイミングかなと思って踊りが好きそうだったので、ちょっと踊ってほしいなと思って、一緒にやろうかっていうのが最初でしたね。フラの教室に通ってみてどうですか？楽しいです。どんなところが楽しいですか？みんなで踊ること。いつ
から始められてるんですか？私は今年の11月で15年。なんと15年ですか。きっかけは何だったんでしょう？きっかけちょっと私大病したものですから、それでちょっと筋力をつけたいということで、ちょっとフラウのしている教室を訪ねたところ、なんかすごく魅力があって、先生に魅力を感じて、それからだから筋力をつけるために最初は習いました。それがもうハマったというような感じです。教室の様子はどうですか？もうすごく楽しくて、なんかやはりみんな何かを学びたいっていう気持ちがあるものですから、なんか一つ新しいものを学んだときはとても嬉しく思います。お疲れ様です。今何年生ですか？今中学2年生です。中学2年生何歳から始められてるんですか？3歳から始めました。きっかけは何だったんですか？お母さんが新婚旅行に行った時にハワイのフラダンサーにすごく憧れて、お母さんが入ったのがきっかけでした。もともとはお母さんが入ったのがきっかけで、その後から始めたということですね。はい、はい、フラを最初3歳の時の記憶ってあるかな？一番初めは花飾りのレイをもらった記憶があります。最初の頃はあんまり振りを覚えられなかったんですけど、今になると結構すんなり入ってくるようになりました。どんなところが魅力だと思いますか？自然の豊かさとか体で表現するところがいいところだと思います。今後の目標を聞かせてください。これからも練習を続けて、フラもうちょっと上手くなれるように頑張りたいと思います。練習用の衣装からまた衣装替えをしてみました。先生いかがですか？はい、もうまさにハワイでフラ踊ってる女の子っていう感じです。とても綺麗です。また小物をつけると気分が上がりますね。そうですね、ハワイに行くと本当に生のお花を身につけて踊ったりするのですが、日本ではなかなかその鮮やかなお花がないので、こういったちょっとフェイクなんですけども、たくさん素敵なお花がいっぱいあるので、つけて練習など本番もやっております。これからの目標を聞かせてください。はい、今はたくさんの方にフラを踊っていただいているんですけれども、やはりまだまだフラは、たくさんの方に愛してもらいたいと思ってますので、まず、フラ人口を増やしたいということと、あとまたフラを通してたくさんの方に、福井で、楽しく踊っていただく機会を増やしていきたいと思っています。ハワイの先生も福井に来られるそうですね。そうですね、割と、まあ、1、2年に1回、ハワイから、私たちの、教室にフラを教えに来てくださったりしています。で、私たち自身もハワイの方に行って、フラを習うこともあります。で、まあ、割とハワイの人たちってとてもチャリティーとかそういったボランティアとか熱心で、まあ、私たち、まあ、3.11 の時も、福井は全然ちょっと離れているんですけれども、心配だから、ハワイの方に来ていいのよっていう話をしてくださったり、また逆に私たちもハワイ、カウアイ島なんですが、カウアイ島の洪水の時に何かしらちょっとお手伝いできることがあればということで、今年アロハフェスティバルというイベントがあったんですけれども、その時にチャリティーの T シャツなどで皆さんから募金をハワイの方に送らせていただいたりしています。今年のハワイの災害に対してもチャリティーを行ったんですね。はい、そうです。参加者の皆さんたちのお話も聞きましたけど、それぞれに思いがあってスタートされて、そして笑顔で楽しんでいらっしゃるその姿、とても素敵でした。また初めてこうやってフラの魅力に触れることができて、ハワイの歴史だったり文化だったり知ることで、もっともっと踊ってみたいなとか、またさらにハワイへの憧れが強まりました。いや、本当にフラって素敵ですね。たくさんの方に伝わるといいなと私も思い、また機会があれば踊らせていただきたいと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。今回のヤロッサ福井は、健康づくりとともにハワイの歴史と文化を触れることができるフラをご紹介しました。誰でも気軽に始めることができるフラ、これからも様々なイベントに参加されるそうです。興味のある方は一度見に行かれてはいかがでしょうか。それでは皆さん、これからもフラを一緒にヤロッサ Green!